パリ五輪の柔道で、男子100キロ超級代表の斎藤達、ジェスグループは個人戦で5位に終わり、銀メダルだった混合団体の決勝ではテリー・リネール、フランスに2度敗れた。悔しさが残った初の五輪を今後にどう生かすか。五輪2大会連続金メダルの子斎藤仁さんの妻で、リッの母親として、 連載、柔らの道に寄り添うで柔道一家の思いを綴ってきた三重子さんに話を聞いた。写真、代表戦に臨む斎藤達に声をかける安倍一二個人戦の準決勝で韓国選手に敗れたのは、研究不足だったと感じました。前回対戦した時から相手は組手を変えてきたのですが、それを上回る対策ができていませんでした。3位決定戦は心が折れてしまっていたのか、 気持ちをを立て直せないままメダルを逃しましまたそのあたりは精神的な甘さだったと思います。翌日の混合団体では、フランスとの決勝でリネールに二度負け、もちろん悔しいですが、本当に大きなものを得たと思います。特に代表戦となった最後の試合は、持っているものをすべて出し尽くした上での敗戦です。目指すべきものを明確にできたはずです。 代表戦を決めるルーレットが話題になりましたが、リも来い、と願っていたようです。私も含め、会場にいた多くの方が、90キロ超級、が出ると思っていたのではないでしょうか。必然の出来事だったように思いますし、代表戦のリネールは過去一番に強かったと話したり、にとって、本当に貴重な試合になりました。また挑戦できるまで、 リネールには現役を続けてほしいと思います。帰国後は大阪に帰省する時間がありました。お世話になった方々に挨拶に行ったのですが、団体戦の銀メダルは持ってこず、私も見せてもらっていません。やはり本人は屈辱的な思いが込み上げるようで、なかなかそういう気持ちになれないみたいです。すでに陸上のトレーニングは再開していて、 指導してくださる先生とは肉体改造を考えているみたいです。今回、決して体を持て余したというわけではないですが、スピード感という部分で改善の余地を感じたようです。精神面を鍛えるため、メンタルトレーニングのコーチについてもらうことも予定しています。次の五輪が行われるロサンゼルスは、夫が1984年に初めて金メダルを獲得した場所です。 そんなタイミングに息子が現役でいられるなんて奇跡のようで、それが宿命なのかもしれません。その時は26歳。柔道家として一番強い年齢のはずです。パリ五輪を価値あるものにするためには次に勝つしかないので、死に物狂いでやっていくでしょう。これからまた結果を出して4年後の代表権を勝ち取り、同じ五輪の舞台で借りを返してほしいと思っています。聞き手大石とよか。